文字通り敵なしで突き進んできた元ボクシングの前世界バンタム級4団体統一王者、井上直弥、大橋。そんなモンスターの異名を持つ30歳をしても次戦は一筋縄ではいかないかもしれない。動画、A 氏が愕然としたスパー風景、井上直弥の破壊力抜群の左フックを見るくる7月25日に井上は東京。 有明ア,ア,アリーナで WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一王者スティーブン・フルトン、米国との大一番を迎える。今年1月にバンタム級の全ベルトを返上したばかりだが、いきなりボクシング界で大きな注目を集めるメガマッチが組まれる形となった。プロ24戦無敗、21KO と怒涛の勢いで勝ち進んできた井上だ。当然、 現王者のフルトンからの勝利を予想する声も小さくない。舞台は本人が今までにない緊張感と懸念も口にしていた階級であり、相手は同じくキャリア無敗、21戦21勝 8KO を誇る難敵だ。差し物、怪物、といえど、苦戦は必死と見る向きもある。実際、指揮者には井上の敗北を断言する者もいる。 米ボクシングメディアなどでコメンタリーなども務めるトレーナーのクリス・ケイシー氏は、現地6月5日にボクシング専門サイト、YSM スポーツメディアの YouTube チャンネル内で、結果はフルトンの KO 勝ちだ。録画でも何でもすればいい。井上が、血まみれのボロボロになって負けると言い切ってみせた。カズタの猛者をリングに沈めてきた井上が、血まみれのボロボロになる。 姿は想像し難いものだが、ケイシー氏はそう論じる理由も語っている。井上はフルトンクラスの選手と一度も戦ったことがない。言ってみれば、大学バスケで二軍だった奴一軍に挑むようなものさ。だからひどいことになる。さらに、井上はドネアと戦っているよ。と問いかけられたケイシー氏は、ドネアは俺と同い年だ。大した評価にはならない、ときっぱり、そして、 ガルシア vs タンク・デイビス。デイビスが慶応勝利した一戦と同じような結果になると思う。大げさに言っているわけじゃない。本当にあいつ、井上、にとって悲惨な結末になる。として、フルトンが負けた場合には、それはないと思う。もしそうなったら俺は素直に評価を見直すよ。間違っていたとね、と語気を強めた。 これまでも幾度となく周囲の下馬評は覆してきた井上。それだけに今回もケーシー氏のような意見を覆す勝利に期待したいが、果たして。文、構成、ここからネクスト編集部。